時刻は2時30分となりました。皆様こんにちは。9月15日木曜日、 Be Kind チャンネルのお時間です。この番組はトーラス株式会社が運営する産地直送サイト Be Kind ストアと、沖縄の魅力や SDGs に関する情報を発信するメディア Be Kind 沖縄から様々な情報をお届けする番組です。元気で愉快な3人と午後の楽しいひとときをお楽しみください。ということで始まりました、 Be Kind チャンネル。今も始まりました。第2回目、はい、3回目の放送となります。今回もちょっと自己紹介から始めていきたいなと思っております。1回目2回目聞いてくださった方はもう私たちの自己紹介の時の何キャッチフレーズ、うん、覚えてると思うので、うん、一緒には難しいかな。はい、言っていただきたいなと思います。はい、自己紹介お願いします。はい、私芋大好き女きぬかでーす。芋今日もあの芋天ぷら食べてきました。あ、食べてたね。はい、ね、はい、はい、はい、私も芋ではないけど、オールジャンルで食べるの大好き、みちるです。はい、みちるちゃん、よろしくお願いします。何でも好き、ね、そして、赤い、白い、葵です。よろしくお願いします。変わってる。というわけで、はい、愉快な3人が今日もわちゃわちゃっと楽しくこのラジオを進めていきたいと思います。はい、ということで、この前の放送から1週間経ちましたが、なんか皆さん、めっちゃ早い、ね、早いね、もうね、でもさ、うん、多分今ツイキャス見てる方ちょっとびっくりしてると思うんですけど、だからさ、みちるの髪がねえ、バッサリショートカットになりました。ちょっと見てください。じゃじゃーん、もうロングからいきなりバッサリ、超ショートですねえ、うん、国会議員見たくない？かわいい、バッサリいきましたね。何センチぐらい切った？これは結構30ぐらい切ってないかな、ね、2メーターぐらい切ってラプンツェルだった。ラプンツェルだった、ね、そう、なんか映像で見れてない方はぜひインスタとか YouTube 見ていただくと、うんうん、このかわいいショートのみちるちゃんの姿を見れると思います。嬉しい、かわいいなんてもう嬉しょん。だいぶ変わってるもんね。もう全然違う、やっぱり人ってすごい ね、長いのと短いだけでこんなに変わるって、ね、あっくんだよさんがみちるちゃん髪型変わったってコメント来てましたね。変わりました。覚えててくれたんだ、嬉しい、ね、嬉しい、ありがとうございます。はい、なんか私は前の放送が終わってから、はい、このラジオ聞いててくださった方がまたまたコメント、はい、YouTube だったかな、あ、YouTube ね、してくれて、うんうん、葵さんの大ファンですみたいなコメントですよね。とっても嬉しかったです。出ました。今日聞いてくれてないのかな、これクレームだよ、出てきそうな、ね、ね、YouTube からも結構コメントもあってね、すごい嬉しいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当に、はい、あったお、癒し系なところ、適当なところ、ゆるいところ、手抜きなように見えるところが大好きです。 YouTube で見れて最高ですって。いやー嬉しい、すごい。どうする、今日葵を褒める回にする？どうする、大丈夫？今日はじゃあ褒めていきましょうか。褒めてもらっていい？はいはいね、ありがとうございます。褒めまくる会にしましょう。はい、ぜひお願いします。で今回ね、あ、また YouTube をまた撮ってきて、うん、はい、来週あたりか、そうだ、ね、来週に投稿ですよね、うん、そうだ ね、ちょうど来週のこのラジオの日ですね、はい、また出てくるので楽しみにしててください。今回次のやつはもうちょっと ね、結構カットの部分が多かった、めっちゃ多い、多かったよね、めっちゃ多かった。ちょっと、ね、調子乗っちゃって、調子乗っちゃいすぎて、もうピーの部分が多すぎてね、カットが多かったかもしれないけど、ぜひ YouTube 見てください。武蔵さんからコメントです。芋ガールのきぬかちゃん、食べること好きなみちるちゃん、
赤い白い青いの青青こと葵ちゃん、ミキサーのまなみさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しょうい、生放送お疲れ様です、とのことです。優しい、沖縄あったかい、あったかいね、優しい、今2人で一緒に行ったから優しいって一緒に行ってた今すごい、なんかこれってなんかあったんじゃん、ハッピーチョコレートみたいな、あ、ジンクスじゃん、ジンクスみたいな、そうそうそう、待ってめっちゃ懐かしい、地域性かな、え、なんか皆さん聞いてる方こういうのありませんでした、ね、ダブルで行ったら、そうそう、ジンクスだよね、ジンクス、双子のジンクスじゃない、うん、え、なんか地域とか年齢によって違うんじゃない、なんかハッピーチョコレートとか言わんかった、そうなの、ジンクスだった、ジンクスだ、そう、ジンクスです、マジ、なんか皆さんあったら教えてください、なんか知りたいね、ね、ジンクス以外にあるんだね、すごい、てか台風またまた来ておりますが、はい、どんな感じなの台風、思うんだけど、なんで毎日、うん、毎回毎回土日なのね、っていうのはミチル、あの、なんでかって言ったら、うん、台風も土日に遊びに来てるんだよ、沖縄に遊びに来てるんだよ、バケーションしに来てて、そう、かわいい台風もバケーションして一緒に来てるから、台風も台風だから、人間みたいに言うけど台風も台風だから、うん、心があるみたいな、よくわからんけど、なんか前回のきぬかちゃんの話の中で、この SDGs の話の中で、うん、なんか台風は、ね、そう、うん、なくてはならないものだよって聞いたから、うん、あ、台風ってやっぱ必要なんだなって思ったけど、うんうん、ね、土日に来てもらったら子供たち海に遊びに行けないから、あんまり必ずってほど土日だよね、本当に、本当だよね、めっちゃすごいと思う、で、うん、この今回の多分14号かな、今来るのが、うんうんうん、土日に来るのが、その後にもまた追っかけてくるからね、うん、もうやめてほしい、もういきなりこんなに台風、台風毎週のように最近来てるからね、なんか今一気に3つあるって言ってた、朝のニュースで言ってました、なんか台風来たらスーパーが混むしね、うちも混むしね、なんか宮古もすごかったみたいで、食料が、食料がもうなんか入ってこず、スーパー売り切れ尽くしで、みんなめっちゃ食料に困ってたって言ってました、あら、そう、結構強い台風だったんだね、しかも長かったさ、滞在が、ね、宮古に U ターンしてきたよね、ずっとなんか停滞してたさ、ね、最近のやつ、だからだと思う、あ、なんか聞いてる方の中に宮古の方、石垣の方いたら、情報をね、教えてほしいです ね、 ですね、うん、本当に、そうそう、あ、来週から、そう、私たち3人月曜日、来週月曜日から3人で宮古に行くので、はい、はい、お楽しみにください、はい、ぜひ、YouTube、ね、いい写真撮ってこよう、だからね、いい写真があったらね、ビキニは着れないけど、うん、ビキニは着れないけど、僕らよ、もしかしたらラビーカインドのインスタに、うん、ミチルのビキニ姿なんか上がるかもしれないよ、それはもう見ないとだね、見ないといけないんじゃない、青いおじさんがムラムラするから青いおじさんが編集が2時間ぐらいかけて、あの、くびれ作ってくるからキュッキュッキュッってあ、そうだ、トーラスが運営する Be Kind Store が、来月から、畜産、畜産水産をリリースすることになりました、よっ、イエイよよよよ、なんか針がないのでもう一回お願いしてもいいですか針がない、なんかね、今のなんか噛みそうで噛まないみたいな、おみたいな、ビーカイン、わかった、もう一回言うね、はい、トーラス株式会社が運営するビーカインドストアが来月から終了なんで針がないまた聞きたい、そこから聞きたい来月からみたいにカットカットで、カットで来月から、うん、畜産っていうのは豚とか牛だよね水産とかもずくとか魚とかだよねそういうこと言ってんの どっからの話やばい、そう、さ、どうしよう、魚とか、どうしよう、魚とか売りますみんな買ってね、お願いお願いお願い、本当に買ってお願いきなちゃんフォローお願いします農家さんもやりたい人、あの、ビーカインドストアに、うん、あの、載せ、あの、うん、うちの農家の
果物とかなんか乗せたいとか言う人いたらすぐ電話してください。いつでも撮るから、はい、いつでも撮るみちるちゃんが撮るそうです。スタンプ届いたよ。お、本当だ、はい、すごい、あっくんさん、あっくんだよさん、すごい熱烈ですね。毎回コメントしてくれる。誰のファンかな。誰か、ここではっきりさせる、ね、ここで、こ、ね、ここら辺ではっきりしてもらおうかな、うん、あっくんだよさん、はっきりみちるちゃん、きぬちゃん、私、あおいの3人の誰のファンなんですか一体。困るはずよ、困ってるはずよ今どうしようかなしてるはずじゃあマイクさんこれは、ね、まあ、来そうだね、来るの待とうか。そうだね、多分みんなのファンだと思うよ多分、うん、あの気使ってみんなみちるだと思うけど、うん、多分気使ってみんなのファンって言うかもだから、あ、じゃあここは聞かないでおこう、聞かないでおこう、多分みちるだと思うけどスーパー、あの何存在っていうんだったっけこの子、このポジティブ存在、存在ポジティブ、ポジティブでしょ、ポジティブ存在ね、ポジティブ精神 すごいからなんかいきなりスイッチが入ると、ポジティブ精神がボボボボコンって出てくるわけ、ボコンボコンボコンって出てくるわけ。コメント来てる、コメント来てる、何、あおいちゃん推し、いや、みんな推しですよ。やかま、うわー、やかましい、聞こえてる、ありがとうございます。そんなあっくんだよさんにはなんと、はい、何もありません。ないかい、ないかい、いや、ないかい、これがやりたかった。ストアで野菜買ってください。今すぐストアで買い物してください。面白すぎる。なんかさっきこの ちょろっと YouTube の企画の話したんだけど、はいはい、なんか来週から宮古島に行くので、うん、そこでなんか YouTube 撮れたらいいなと思ってて、なんかみんなからこれやってほしいとかね、せっかく都だから ね、うん、超楽しみ、1年ぶりぐらいだもん。やってほしいっていうかなんかね、うん、こういう写真撮ってほしいとかあったらね。なるほど、うん、キヌはどこ、うん、あの GoPro 持って、うんうんうん、あのフィンとゴーグルとこのシュノーケルがあればどこにでも行けるから。そうなんですよ、海の中は本当に海の中行ったら帰ってこないやつって言われてます。本当にいなくなってみんなで探したことがある。そう、超大迷惑をかけたトーラスのメンバー皆さんに。そう、もうトーラス入社して早々、うん、もう1ヶ月もならないぐらいに出張で宮古行った時に、うんうん、海に行ったんですよ、うん、シュノーケルで、うん、行って、もう私もうウミガメ探すって一緒一緒で、もう見えなくなってしまって、もう沖まで行ってめっちゃもう岸でもうめっちゃみんな探してて、社長は泳いで探して、専務も泳いで探して、永田さんっていうカメラマンいるんですけど、永田さんはもうあの崖の上から探して、みちるは心配してただただ待ってたっていう。もう社長が青ざめた顔で私のところに来て、もう探したって言って、もう半泣き状態、社長もちょっと溺れ寸前ぐらいで、もう体力使い切って、もうあ、お前みたいな感じだった。もう申し訳、もう私はのんきりウミガメずっと探してたから、どうしたんですかみたいな感じなんですよ。待って待って、聞いていい、はい、ウミガメいた、いなかった。ウミガメがいればそういうことにはなってなかった。違う違う、あのさ、ウミガメのせいにすんな。ウミガメのせいにすんな。違う、だってあの検索してから、もう宮古にウミガメが出るスポットランキング1位のところに行ったわけさ。だからもう入ると、もう絶対いると思ってたから、もういなくて、もう逆に必死でした。ああ、うん、なるほどね。なんか珍事件があったんだね。本当に、本当見に行ったら帰ってこないですよ。帰ってこないです。てかごめん、あのさ、はい、話が盛り上がりすぎて、はい、一回 CM 入れてもいい？OK です。CM 中に盛り上がってきます。落ち着かせます。武蔵さんコメント来てる。あ、本当だ。見過ぎ。これどうなってんの？
かっこいい、めっちゃかっこいい。 CM 明けに読もうね、じゃあ。サップヨガいいね。水着で泳いだり、ね、いいね。水着で泳いだり、水着で泳いだり、余計余計余計はい、じゃあさっきの話でちょっと盛り上がってしまいましたが、ここで武蔵さんからコメント来てます。武蔵さん、ありがとうございます。ありがとうございます。宮古島のビーチに行って、水着で泳いだり、サップヨガマリンアクティビティを体験するとかはどう？もうこれ趣味入ってますね、武蔵さんの。水着じゃないとダメなんですか？うん、水着がいい。趣味入ってるよ。もうちなみに私からのお願いで、はい、水着がいい。もう青いおじさんも出ちゃってるじゃないですか。これちょっと言っていいのかわからないけど、うん、おへその形がさ、うん、口みたいだわけよ。口線、横線。言わんでええやん。言わない、恥ずかしくてからさ。ダイエットで1回10キロが痩せたんだけど、うんうんうん、おへその形が、うん、縦じゃなくて横なの。うん、待って、なんて言えばいい、後から見せるね。なんか横線、ニコちゃんマークだよね。あ、ニコちゃんマークじゃない、横線、ほんとハイフンみたいな。じゃあ、あれつければ、おへその上に目つければいいさ。笑ってるみたいな、もう笑わせばいいさ、もうなんか。ほんとに、しかも自慢じゃないんですけど、おへそに終わりがない。どういうこと？あ、多分奥が深いってこと。うん、そうあの、どんだけどんだけ放置食っても終わらない。おへそ行き止まりがない。ほんとマジで不思議。ほんとに、じゃあ共感する人探してみよう。お願い、誰か。ほんとになんかつながった。だから最近まで、ほんとにこれはほんとなんだけど、最近までつまえてる。最近までおへそってお腹の中とつながってるものだと思ってた。ツボ入ってる。なやばい、喋れなくなって。もう本当にこれは本当、最近まで本当になんか お腹の中とつながってたから、おへそとか触ったらお腹痛くなるよとか言うさ、うん、あ、ごま取ったらとか言って。エマさんからも水着姿みたいだけですよねって来てて、武蔵さん、県外の YouTuber、プールやマリンアクティビティは男女問わず水着だから水着が理想、うん、夏って感じがするからって。だからおへそは関係ないって。おへそ恥ずかしい。絆創膏あったっけ。絆創膏あったこうかな。絆創膏あったこう。だけどさ、今のさ時代さ、ほんと優しい時代だからさ、物着にビキニとかあるじゃん。ほら、おへそが見えないビキニ、なんかちょっとスクール水着っぽい、やスクール水着をちょっとなんかもうおしゃんティーにした感じの水着とかあるから、うんうんうん、エマさんが水着じゃなくてもいいんだよって。あ、優しい。もうさ、エマさんはいつもさ味方になってくれるわけ。あ、優しい。エマさん、ありがとうございます。え、宮古で食い茶踊ってほしいです。あっくんだよさん。なんで食い茶ってなんだろう。食い茶、食い茶って、食い茶わかりません。食い茶って何わからない。宮古のなんかあれとか、沖縄でいうカチャーシーみたいな感じ。あ、知ってる人いますか。いないよね。いない。いないそうです。お勉強しておこう。ね、ね、お勉強しておこう。はい、うん、ちょっと台風心配。あ、宮古のカチャーシーだって書いてある。あ、本当だ。え、みんなで踊るか。こんな感じで踊りましょう。私カチャーシー得意なんですよ。おお、あ、いいんじゃん。うん、カチャーシーは踊れないと、ね、沖縄県民じゃない。マジ。え、葵さんできる。私は一応まあまあまあレベル5ぐらい。どこで満タンのレベル、どこですか。尺だったらもう相当ひどいですよ。ね、熱い。
みちゅはね、チャンダラもできるから。あ、いいね。あんたはチャンダラだね。ねチャンダラできる。うんだね、どうしよう、もう等身同意早く聞きたい、もう等身同意流してほしい、もう早く踊りたい、もう今めっちゃ高揚してる気分が今踊る、うん、今踊りたい。あ、じゃあもうインスタのストーリーで、うんうん、等身同意踊ったらね、うん、もう見たい人がもうインスタ見てからみちゅのカチャーシーをストーリーで配信して、うんうんうん、あ、いいかも、うん、みんな見たいと思うね。やっぱ一人でやっぱりそこは一人がいいと思う。え、一人で、うん、ミチル、うんうん、寂しくない。じゃあ一緒にやるよ。じゃあお願いね。一緒にやるよ。まあ鍵屋でふやったら遅いな、だいぶなんか温度差あるな。めっちゃ温度差ない？めっちゃカチャーシューしてる後ろからうーってついてくるんでしょ。鍵屋で武蔵さん、はい、ありがとうございます。おへそのつながってる話面白かったです。本当にいいかどっかとつながってるかと思ってました。つながってるんじゃない？みちるに関してはね、つながってるかもよ。本当に終わりがない。待って、こんな話していいのかな、怒られない会社のメンバーに。ああえ、大丈夫じゃん。本当に。あ、武蔵さんが本日お揃いの T シャツじゃないので珍しいですね。あ、すごい。お、あ、やっぱ映像を見てる人にしかわからない。そうだ、うん、そうだ、ね、今日わざとやってみたんだよ ね。そう、わざと3人で話をして、うん、別の突っ込まれるかっていうね、すごい。そんな武蔵さんにははい。そんな武蔵さんにははい何もありません。なんだこいつら、コメントしてくれてるのにディスる。なんだこいつら、コメントしてくれてるのにディスるっていう。最低な。ざまざまとか言ってる。まさ、喧嘩しないで、喧嘩しないでよ。喧嘩しないで。喧嘩しないで。待って、もうさ、あっという間なんだけど、なんかみちるちゃんからなんかいろんな紹介の話とかあったんじゃない？あ、ね、あ、そうだ、あったよ。真面目な話します。真面目な話、残りちょっとほんと3分4分ぐらいなんだけど。はい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 、はい、ね、高校、ですね、高校生が考える、社会、あ、A はあんまり言ったらダメって書いてあった。高校生が考える社会課題解決のための SDGs アクションアイデアコンテスト2022年度、はい、SDGs クエスト未来甲子園沖縄大会協賛、また今年笑うな、今年沖縄大会審査員と全国ファイナルのファイナルの審査員を務めることになりました。開催日は、笑うな、2023年3月。詳しくはトーラス株式会社のインスタグラムからお願いします。ね、葵さんが任せたこれ。絶対ダメだよ。みちるに文章読ましたらダメだよ。葵さん優しい、よくできましたって。本当に優しい。一応今回はまだできてる方さ、うんうんね、前回小座 FM 小座で2行、2行同じところ読んださ。読んでたね。うん、いや、インスタグラムしっかり突っ込んでる。そう、審査員に選ばれるって本当すごいですよね。そう、トーラスが審査員にもなって、うん、沖縄の高校生のアイディアのコンテストがあるので、うんうんうん、もう10月から応募を開始しているそうなので、うんうんうん、高校生の方、はい、この応募、はい、お待ちしております。詳しい情報インスタグラムで、うんうん、トーラスのインスタグラムで貼っているので、はい、そこから応募お願いします。はい、じゃあまた ね、これも近くなったらまた再度、うん、再度、はい、そうですね、みちるちゃんから、はい、ダメダメダメ、はい、もうやめよう。絶対に私がいます。誰も入ってこないはずよ、耳に。だから誰も。違うよ、つうと思うよ。違う、あんたたち二人が笑うから。内緒で笑うな。はい、じゃあまたみちるちゃんからの告知がまた近くなったらあると思うので、楽しみにしててもらいたいと。耳の穴かぽちって。
大石さんの穴もかっぽちって残りあと1分ぐらいかなということで、1分ぐらいに締めてもらおうかな。はい、私トーラス、私たちトーラス株式会社は SNS を通してさまざまな情報を発信しています。その中で8月8日にオープンした B カインドストアでは、はい、インスタグラム、TikTok、YouTube チャンネルを開設しています。はい、ビーカインドストアの通販サイト内に各 SNS のリンクがありますので、そこからぜひチェックしてみてください。はい、ね、もうあっという間だね。本当にあっという間、もう部屋だから帰りたくない。だからさ、じゃあ延長しよっか。違う、これ延長は決めてもらう、うん、延長してほしいか。あ、そうだね、うん、延長してほしい人はいないので、この放送をキヌカとミチルと葵がお届けしました。はい、来週も木曜日、ぜひこの時間にお聞きください。はい、聞いてくれた方ありがとうございます。はい、ありがとうございました。コメントもありがとうございます。ありがとうございました。また来週、 YouTube も来週やるので、アップするのでよろしくお願いします。バイバイ、バイバイ。めっちゃ耳汗かいた、話題すぎる。